引っ越しの荷物をですね、一時収納するためのトランクルームを借りています。だいたい2畳分ぐらいで、そうね、家の中のパズルをですね、空白を空けるためと言えばいいでしょうか。ここに一旦持ち込んだものは普段使わないものということになります。その空間を利用してですね、いろんな荷物を、あちらへずらしこちらへずらしという形で、引っ越し荷物の整理をしています。これが東京だと、ここより少し狭かったと思うんですけど 1.5 畳ぐらいで、16,000円月かかりましたが、こちら、H 市ではですね 5,400 円で借りております。じゃんけん。ワンちゃんはそんなとこ入るんですか。ちょっとやっぱり君たちには部屋が狭いね。廊下まで出たがる感じがどうしてもあるので、今日あたりは柵をつけますかね。ワンちゃん気持ちいいですか。ワンちゃん、はい、これからいつもの生放送になりますよ。君たちじっとしててくれないとカメラが困っちゃうんだけどな。どうしましょうね。こんな感じかな。ジャンプ。このわかりますかね。ちょっと近いので階段ですね。階段部分、ここにこのよいしょ、これがちょっと枝からなんですね。この格子状のものですね。これを設置してみたいと思います。ちょっと下から、まあ後で見ようか。今少しですね、苦心しているところなんですけれども、このように、これ分かりますでしょうか。ですね。こういうタイプの、まあ、突っ張り棒というかですね、こういうものを持っていたわけです。ですね。これを、ここにんな感じでつけばベストなんですが、これがまた重さがですね結構あります、この重みをこの柱が耐えるとは思いませんので、この間にそうですね、何かを渡してここを固定しなければいけませんね。まずそれから、これがこのような蝶つがいでつなごうと思っているんですが、これだけではやはりちょっと弱いかなと思いますね。さあちょっと考えなければいけません。まずですね、家を傷つけない形を取りたいわけですから、そうだね、いかがでしょうか。はい、じゃんくん、はい、ジャン君が開けっぱなしでも絶対に下に降りないよって言ってくれるんだったら、あんな柵つけなくていいんだけど、どうでしょう。そうなんですか。これも100均でですね、さっきの白い網をつなげる蝶つがいのようなものですねを一応買ってはみたものの、どうしようかなというところですね。